はい、どうも、たけたけです。はい、とつて、トークンちゃん。先ほど初見リアクション動画やってきましたが、はい、今回もまた実際に登用して育成してきて、いろいろ動作確認してきたので、まあかなりいろいろ分かってきて、まあ、このキャラクターのいいところだったり弱点、明確になってきたので、はい、それを含めて、トークンちゃんのより深掘った分析動画ですね。まずは分析前編動画ということで見ていきますか。はい、で、スキルの説明をしていく前に、まあ一個前の動画で、このキャラクターの初見リアクション動画と題して、まあ大雑把なスキルの説明の方はさせていただいたので、まあ初心者向けに分かりやすく、単語の説明なんかもしながら、まあ、スキル全体像は説明させていただいているので、この動画を見ている初心者の方はまずは必ず1個前の動画から見るようにしてください。はい、こちらの動画では細かい用語説明なんかは分かっているものとして割愛しながら喋っていきますので、その点よろしくお願いします。はい、そして見ていきますか。まずは何といってもパッシブスキルですね。まあ、今回いろいろ複雑なところがあったんで、そこ調査してきました。はい、見ていきましょう。まずは場内にこのキャラクターがいる場合、精霊覚醒の効果で、敏捷値 ×2 倍の知力ダメージをカット。味方全体を帽子にやんわり強くすることができると。はい、その上で、常に筋力と敏捷知力ダメージ、そして攻撃力ベース防御無視攻撃を 50% ダメージカットできる硬さを持っていると。まあ、スタイルとしてはブルーンヒルドと同じですが、まあ、50% とちょっとちっちゃいんですよね、ダメージカット量が。まあ、あと物理攻撃や砲術攻撃といった普通のダメージパーセントの方はダメージ取るので、まあこのキャラ神なんで神技欲しかったですね。普通に神技で全てのタイプの攻撃を 50% カットとか 65% カットして欲しかったです。で、あとは会心率が 30% 増加と。はい、ここも 50% とかで良かったんじゃないかなって気がしますね。はい、そして自身の炎遁残影奮起状態は敏捷値が自分より低い敵には解除されないと。はい、という感じで、まあ、3種類の生後バフが解除されないと。まあ、かなりここはナイスですね。で、自身が付与した罪悪状態が解除された時 50% の確率で解除を無視と。はい、ことで罪悪状態も、まあ、復活キャラにはすぐ剥がされちゃいますが、致命ダメージ無視系キャラクターには残しやすいと。はい、その上で出陣時4ターンライダー自身が残影と炎遁と奮起状態になって、まあ、残影の方で回避率が 60% 増加のダメージカット 40%、 回避に成功するたびに 5% ずつダメージカットが上がってって、最大 30% 増加できるんで 70% カットの残影まで作れますね。まあデフォルトで 50% ダメージカットがあるんで 70% と合わせることで 85% のダメージカット機能になりますが、まあ、出陣時は 40% のダメージカットなんで、出陣時は 70% のダメージカット機能の副賞ってことで、このキャラクターいかに残影で敵の攻撃を避けるかで硬さ全然違ってくるんで、まあ、このゲームレベル差マウント取られると避けづらくなるんで、格上相手に耐久作りづらいってところがちょっとネックですね。まあ、同格ぐらいであれば回避率 60% と高い回避率の残影なんで、ある程度避けてくれるとは思いますが、あと炎遁の効果で防御力 100% アップのダメージ反射 50% 増加。もうこのダメージ反射は本当に付け焼き刃で、あんまりカウントに入れなくていいぐらいのやつですね。で、命中された時 50% の確率で一旦の間相手を罪悪やけど状態にして、殴ってきた相手にカウンターでやけどをつけれると。はい、まあ、確率 50% と低いですが、このキャラクター状態性無視が 100% あるんで、まあ、狂乱キャラクター以外は割と簡単にやけどカウンターつけれるかなと思います。まあ、やけどが敵につくことで敵の状態性 25% さらに下がって、その他のいろんなデバフも決まりやすくなりますね。で、あとは生後奮起の効果によって防御力が 80% 増加で、ステータス関係が 40% 上がると。まあ、特に敏捷値が 40% 上がるんで、まあ、このキャラクター敏捷で負けると生後剥がされちゃうんで、まあ、40% 上がるのはめちゃくちゃでかいですね。まあ、逆に言うと敵に小機微とかがいて 50% ステータスアップとかされた場合には競り負ける可能性あるんで、まあ、敵がバッファーが多いと幸運だとか奮起だとか暴走とか向こうもつけてきて、向こうの方が敏捷勝っちゃうみたいなことはありますが、基本的にはこのキャラクター奮起で敏捷を底上げできるんで、まあ、敏捷勝負は負けづらいかなと。ああいうところで、まあ、残影剥がれないのがでかいですね、耐久面では。あとは避けをいっぱい発動できるかどうか。はい、そして毎回攻撃前、敵が同時に燃焼、火傷、毒状態の場合、そのターン数プラス1ターン、最大10ターンまでということで、これよく分かんなかったんで、ちょっと調査してみました。はい、まず上から2番目ですね。の敵に火傷と燃焼2種類ついてますが、はい、この状態でスキル2殴っていくと、はい、残念ながら火傷も燃焼も ターン数増えませんでした。はい、あと毒をつけなきゃいけないんですね。はい、めちゃくちゃ難易度高いですが、毒もつけてみました。はい、一番上の最上に対して、毒と火傷と燃焼、はい、3種類しっかりつけてスキル2、トークンちゃん殴ってきますが、はい、増えるデバフの種類見てみてください。やけどと毒は単数増えてるんですが、燃焼が全く単数が増えてないことが分かると思います。これバグですかね。やけどと毒は結局10ターンまで来ましたが、燃焼だけ2ターンのままということで、一応スキル文言には同時に燃焼とやけどと毒の場合その単数プラス1って書いてあるんで、燃焼も単数増えるはずなんですが燃焼増えないんですよね。はい、と思ったんですが、分かりました理由が。はい、燃焼3ターン以上になると、燃焼付与した時の 50% のダメージをぶつけながら敵の生後バフを1枚解除して燃焼の単数マイナス1ターンしちゃうんで、あれ一応燃焼の単数増えてはいるんですね。ですぐ減っちゃってるから増えてないように見えるだけで、はい、こちらの映像一応毎回燃焼ダメージですね、3ターンになった瞬間のダメージが一旦マイナス1ターンしながら乗っかってるんですね。はい、なんでこれあれですね、スキル1の燃焼連撃の半分のダメージをここ
ここで毎回さらにぶつけてるんですね。そういう意味じゃ毒まで乗ればスキル1の半分のダメージも加算されているという意味で、そこまで乗ればめちゃくちゃ強そうですね。はい、ちょっと今話しながら分かったんで、ちょっとグラフの最大火力のとこだけテコ入れしますね。いや、そう考えると面白いですね。はい、そしてまあ狙いは火傷と毒の単数を増やして、でさらに燃焼ダメージをこまめにさらにぶつけていくことで、スキル1の燃焼不要の時のダメージを追加でスキル2の攻撃回数最大10回ですね、ぶつけていこうという作戦ですね。まあこれ延長した場合、その延長した時のダメージとかじゃないですよね。多分スキル1で不要した時のダメージの半分が燃焼ダメージとしてぶつかる感じですよね、きっと。はい、また後でそれも含めたこのキャラクターのステータスベース防御虫攻撃のダメージなんかも他の副将ちゃんと比較していくので、そちらも楽しみにしていてください。で、毎ターン行動が終わった後、2ターンの間自身が生後メッセージ状態になって自身 HP 上限 20% のダメージを吸収で、さらに会心攻撃された時受けるダメージが 65% 減少ということで、まあ、クリティカルに強い壁をちょっとだけやんわりと作る感じですが、このメッセージですね、まあ、影光だとか血清なんかと同じく、まあ、疑似 HP のような壁を作れるんで、まあ、気になってくるのは優先順位ですね。壊れる優先順位、はい、ちょっと調べてみました。はい、まずトークンの、はい、スキルが終わった後攻撃後に、はい、メッセージがつくんで、はい、ここでメッセージがつきますね。攻撃終わったと。で、その後出てきて、白卓が、はい、影光をつけていきました。はい、この影光とメッセージ、どっちが先に壊れるか見ていきましょう。はい、この場面ですね。はい、ここで、敵の陽線の攻撃。先に壊れたのはメッセージですね。影光の前に、まずはメッセージから消費していくと。はい、メッセージ毎ターンつけれるんで、これはナイスですね。仲間からもらった影光は取っておくと。まあでも逆に言うと、メッセージすぐ壊れちゃって 65% ダメージカットができなくなっちゃうんで、影光の中に隠れてもらった方が良かった気もしますけどね。はい、じゃあ今度はブリュンヒルドから血清をもらった場合ですね。はい、血清4ターンとメッセージ2ターンがついてますが、どっちが先に壊れるか。はい、殴られていって、先に壊れたのは、血清の方でした。影光より先に壊れますが、血清よりは後に壊れるということで、まあ、影光と血清の間ですね、これ。まあ、逆に言うと、大使命ちゃんなんかで、どんどんでかい血清を作ってあげれば、まあ、その血清が壊れるまではメッセージがキープされるんで、その間は敵のクリティカルダメージが 65% カットできるということで、まあ、血清キャラと組みたいですね、ブリュンヒルドや大使命、まあ、特に大使命なんかと組めば、65% カットを長く維持できて、最大このキャラクター 65% カットまで入れれば、90% から 95% のダメージカット機能の副将になるんで、メッセージ長いほど、このキャラクターは硬くなります。しかもメッセージが長いほど残影で避けるチャンスが増えるんで、うん、血清欲しいですね。 あと一応その他にも細かいところとして、はい、ソンピンなんかが持ってる実装ですね、はい、実装なんかもつけてみましたが、はい、こちらも先に壊れたのはメッセージの方ですね。メッセージが壊れてから実装が消費されるという感じになります。はい、じゃあ祝福もつけてみました。祝福とメッセージどっちが先に壊れるか、はい、これに関しても先にメッセージが壊れて、メッセが壊れたから祝福がマイナス一旦されているという順番になりますね。はい、メッセ優先壊し。はい、じゃあ実装と祝福とメッセが一緒についている場合どうなるかですね。はい、先に壊れたのはメッセで、その後マイナス1と祝福のダメージカットが発動して祝福が壊れて、で実装は2ターンのままフレッシュに残ってますね。はい、一つで諸々の壊れる順番を表すとこんな感じ。一番最初に壊れるのは血清、その次がメッセで、次が影光で、影光の中に祝福や実装を隠せると。はい、最後まで残るのは実装ですね。まあ、なんでメッセ目線だと血清欲しいですね。メッセを長くキープするために、はい、大使命やブリュンヒルド持ってる方は実現しやすいかなと思います。はい、あとは致命傷を受けた時、致命傷を無視して異常状態を全解消、 80% の HP 回復をしながら、また4ターンのメッセージ、まあ、同じ効果のメッセージを貼り直すことができると。はい、致命無視は4回までできますよということで、このキャラクター耐久面においては2つですね。いかに敵の攻撃を避けるか、そしていかにメッセージを長持ちさせるかで、最低 70% の耐久、最大だと 95% の耐久まで作れると。はい、ところで避けるのとメッセージをキープすることができればバリカタになりますが、その2つができない場合にはやらかくなるので、まあ、味方に血清キャラクターがいない場合だとか、レベルが低い方なんかは避け機能やっぱり落ちちゃうんで、まあ、自分がどっちかっていうのをまずは考えてみるといいと思います。その両方満たせそうであればなかなか硬いキャラクターになるかなと思いますね。はい、じゃああとはお楽しみの火力面見ていきますか。はい、まずスキル1から。スキル1は4ターン自身が生後奮起状態になるところから始まって、効果はさっきの開幕時のやつと同じですね。はい、でさらに体力値が低い敵の弱い子ですね、4名に対して 800% の物理ダメージと敏捷値14倍の防御虫攻撃、まあ、スキル1は攻撃力ベース防御虫攻撃がなく敏捷ダメージだけになりますね。で範囲攻撃が終わったら体力値が低い敵、また敵の弱い敵に対して7回集中攻撃をそのままやっていくということで、範囲攻撃からの連撃キャラクター、しかも集中攻撃なんで長老なんかに引きつけられず、孫権なんかが守りたい育成不十分な墓主とかのバッファーですね、はい、そういったサポーターを狙い撃ちで落としに行くことができそうなスキル挙動、まあ、これめちゃくちゃナイスですね。はい、その上で毎回攻撃前敏捷値で敵に勝っている場合には確定クリティカルと、体力が低い育成不十分な相手には確定クリティカル出しやすいだろうし、まあ、出れば落としやすいでしょうね。でしかも攻撃した後 100% の確率で4ターンの間罪悪燃焼と罪悪遠征をつけることができ、
遠征の効果として攻撃を当てるたびに 50% HP 回復をできると、まあ、これはこのキャラクターだけでなく、まあ、他の味方が遠征キャラクターを殴る場合でも 50% HP 回復ができるんで、味方をちょっとだけ反射に強くすることができます。言うても 50% 回復なんで、そこまで劇的に反射に強くなるかというと、今の孫権だとかアーグスの反射には抗えないくらいの、まあ、ちょっとした抵抗ですねにしかならないので、まあ、その殴る副将ちゃん自体に別途 HP 吸収強力なやつがあったりしないと厳しいですかね、まあ、逆に 100% ぐらいの HP 吸収機能なんかがその副将ちゃんにあれば合わせて 150% になるんで、まあ、アーグスだとか孫権の反射ダメージもあんまり怖くなくなるという形を作れますね、まあ、ただアーグスは復活キャラクターなんで復活時に遠征剥がれちゃうんで、まあ、どちらかというと孫権対策っぽい雰囲気は感じます。あと罪悪燃焼をこのキャラクターつけることができて、毎回4ターンの罪悪燃焼をつけれるんで、まあ、さっきも説明しましたが罪悪燃焼というのは3ターン以上あると燃焼の単数を1ターン消費しながら敵の生後バフを剥がすことができるんで、1発目殴って敵に4ターンの燃焼をつけながらもう1発殴るときに3ターンの燃焼に落として敵の生後バフを剥がして、でさらに言えばね、そのマイナス1ターンするときに燃焼不要時の 50% のダメージをぶつけられるんで、まあ、実はここで火力 1.5 倍になってるんですね、まあ、つまり途中から敏捷値14倍じゃなくて敏捷値21倍のダメージが出ていると。でしかも毎回攻撃するタイミングで4ターンの燃焼を張り直すことができるんで、殴るたびに4ターンに燃焼復活するんで、その生後バフ剥がしだったり 50% の追加ダメージなんかは前段乗っかるということで、隠れ火力アップ要素、そして生後バフ剥がし連撃の要素がここに入っていると。これ帰国士なんかがその殴り方でめちゃくちゃ強かったですが、その弓小判ですね、はい、ちなみに燃焼ダメージっていうのは基本的に反射ダメージ受けないんですが、この攻撃中に3ターン以上の燃焼を1ターン消費して与える 50% のダメージに関しては反射ダメージ受けるかどうか検証してみたんですが、これに関してはちょっと孫権殴ってみますが、この後孫権に対して766万のダメージを出して反射ダメージ957万と、これちょっと巻き戻しますが、直前に、はい、フレッシュなメッセの状態をトークンちゃんつけてるんで、まあ、HP 上限の 20% 分、まあ、つまり200万ぐらいの疑似 HP がある状態から孫権の反射ダメージ950万受けてるんで、まあ、実質1200万ぐらいダメージ受けてる形になりますね、はい、でこの孫権ダメージ反射量がパッシブで 72% あるんで、それプラス生後援護で合わせて 152% のダメージ反射が出せる孫権ですが、今回トークンが受けた反射ダメージプラスメッセが壊れてる分の200万も足すと、ちょうど反射ダメージとしては 152% のダメージ反射を受けているということから、罪悪燃焼をつけて 50% のダメージ、あの孫権が受けている766万のダメージには含まれているんですが、残念ながら反射ダメージはもろに受けるという結果になっちゃいましたね、まあ、一応その後遠征でその半分ぐらい回復してますけどね、はい、残念ながらこの攻撃中の 1.5 倍のダメージに関しては反射ダメージはいなせないということで、まあ遠征で頑張るしかないんで、普通に孫権殴ってると反射で落ちるケースもすでに何回も確認できてます。ちょっと足りないですね、遠征の 50% だけじゃ。はい、で全ての攻撃が終わった後4ターンの間、味方6名をおぼろ月状態にして臨床かける 2.5 倍分の知力値ベース防御虫攻撃に味方全体を防止からやんわり守ると。で全ての攻撃が終わった後総ダメージ 30% の HP 回復と。はい、この総ダメージ回復も最後なんで、反射キャラクターに途中でやられちゃうケースまあまあありますね。はい、じゃあスキルに見ていきますか。スキルには異常状態数が最も多いデバフの多い敵ですね。デバフをたくさん抱えている敵を殴って 800% と臨床の12倍と最大攻撃力 100% の9回攻撃で、この9回攻撃してる中でクリティカル回数ですねが最大4回まで出た場合、敵 N 名、まあ、つまり4名ですねに対して追加で範囲攻撃を行うことができるという、まあ、スキル2の方は連撃した後範囲攻撃を行うキャラクター。ここ勘違いされがちですが、クリティカル回数ですね、例えば4回出たとして、まあ、4回追加攻撃できるから13回攻撃になると思う方もいるかもしれませんが、はい、残念ながらそうではなく、スキル2の回数クリティカルがいっぱい出たとしても2、3、4、5、6、7、8、9、10回で攻撃終わってしまうので、短期に対しては最大10回攻撃までと覚えておきましょう、まあ、あくまで範囲攻撃の人数を増やせるというだけのものですね。はい、で毎回攻撃前燃焼状態あるいは火傷状態の敵に対してはダメージが倍になって、で敵が毒状態の場合には必ずクリティカルが出るということで、まあ、確定クリが毒頼みなんですよね。このキャラ自体毒を調達できないんで、まあ、別途モーガンかコキビが必要ですね、まあ、今の時流だとコキビですかね。味方に依存して確定クリティカルっていうのがちょっと残念ですね。かなり使いづらいです。であと火傷も毒と一緒につければ敵の状態異常耐性さらに 25% 下げれて、でしかもその後の敵の生後バフや緑バフなんかが、まあ、毒の単数を消費しなくても付与されなくなる機能にグレードアップするんで、基本的には毒と一緒に使いたい罪悪状態になるんで、その毒を自前調達できなかったのが致命的に辛いですね。なんでコキビとかモーガン持ってないとこのキャラクターのパフォーマンスを完全に発揮することができないと。毒キャラ全然少ないですからね。はい、とつてそれも踏まえてこのキャラクターのスキル1スキル2の火力ですね、
他の副長ちゃんと比較していきますか。はい、まずは攻撃力ベース防御無視攻撃から見ていきましょう。はい、こちら攻撃力ベース防御無視攻撃が出せる副将ちゃんのそのダメージ倍率を縦軸にとったグラフになりますが、まず全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山でそうとすると、はい、トークンなんとスキル2ですねでしか攻撃ダメージ出せませんが、第6位と、はい、弓将ナンバー2ですね。この前のアポロちゃんがダントツで強いんですが、それを追っかけてナンバー2の弓将キャラクターとなりました。まあでもアポロちゃんの方が火力作りやすいし、ちょっとトークンは隠くり連撃が特に自分が隠したポジションだったら出しづらいっていうデメリットがありますね。アポロもそうですが、トークンもこれ敵の聖護バフ剥がし連撃狙っていけるんで、それができてなおかつこの高さっていうのは紫式部や浅井長政陽線カエサルよりポテンシャル上ですね。なんで、まあ、アポロと2トップが最大火力では出せるというようなイメージですかね。まあただしコンボが決まれば。はい、ということで黄色い山、平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の黄色い山で見てみると、こちら第3位、ここもアポロにちょっと負けますね。でしかもこれもクリティカルかなり出してるダメージなんで、まあ、自分が格上ポジションでまたは敵に毒がついててクリ連撃ができる前提のダメージになってます。はい、じゃあ平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑の山で見てみると、こちら第8位ですね。アポロにちょっと勝ってますね。まあ、あんまりクリティカルなんかが出なかった場合、まあ、悪くない数字ですね。はい、最後全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の青い山で見て、はい、この位置第10位ぐらい。低く触れた方はどちらもアポロに勝ってますね。まあ、とはいうものの、高く出た場合の火力の爆発がアポロ圧倒的なんで、まあ、アポロの方が強いかなとは思います。敵に罪悪箱もつけてますからね、アポロちゃん。もうその差がでかすぎますね。罪悪箱をばらまけるのがアポロはでかすぎる。はい、じゃあ敏捷地ベース防御無視攻撃の威力の方はどうか見ていきたいと思いますが、はい、こちらスキル2がなんと赤い山で第4位、スキル1がこの位置。ちなみにライバルのアポロはこことここということで、まあ、スキル2やっぱりクリティカルさえ出しまくれれば敏捷ダメージの方はアポロに勝ってますね。まあ毒キャラ欲しいですね、レベルマウント取れない場合は。はい、そして黄色い山で第3位と、はい、これもなかなかの威力で、スキル1がちょっと落ちますね、ここ。まああと燃焼や火傷なんかがないとダメージ倍も出ないんで、まあ罪悪状態敵頼みなんで、敵が復活キャラとかだと一気に火力出せない副将になるので、復活キャラに火力出せませんね、あんまり。まあ火力出せなかった時の緑の山で見ても、でも実は3位なんですよね。まあ、低い方の火力が底堅いと、まあ、スキル1の方ですね。でスキル2もこの位置と、まずまず。はい、で青い山でスキル1がこの位置、スキル2がこの位置と。あ、ちなみにこの赤い山の方のスキル2のこの位置ですね、これはさっきの映像で見せた毒と燃焼と火傷3枚ついてて、燃焼の単数が毎回一旦増えていって、それをマイナス1して50%ダメージをぶつけてる前提ですね。はい、それでやっとこの位置なんで、基本的にはアポロに負けると考えてもらった方がいいかなと思います。はい、もう本当にロマン砲です、これは。毒キャラ含めての、まあでも見てわかる通り威力としては結構上の方にいて、なおかつスキル1でもスキル2でも聖護バフ剥がし連撃ができると。ちょっとスキル2の方は毒と火傷と燃焼揃えないと実現できないんで、かなり厳しいですが、聖護バフ剥がしは、まあ、基本できないと思った方がいいです。まあ、ただ火力はそれでもなかなか高い方ではありますね。はい、全ての攻撃後4ターンライダー自身が聖護残影状態と聖護円遁状態になって、はい、ここで聖護張り直しですね。で最後、このスキル2発動中自身は撃破されない、括弧 HP が最小1になるということで、まあ、不死状態でこのキャラクター殴ることができて、反射なんかで落ちないんですが、これ2つ弱点があって、はい、ということで孫権殴っていきたいと思いますが、はい、こんな感じでスキル2で孫権殴って反射ダメージ受けたタイミング、はい、 80% HP 回復。致命ダメージ無視が残ってる間は致命無視からまずは消費していって、で致命無視全部使い終わったらやっとこんな感じで HP1 残しの殴りができると。でしかも、はい、落ちましたね。これ孫権に致命ダメージをぶつけると、孫権カウンターで敵範囲に対して防御無視攻撃返してくるんですね。致命ダメージを与えた時のカウンター範囲防御無視攻撃に関しては、なぜかこのゲームの仕様で不死状態を無視して落としてきてしまうという最悪な今仕様になっており、これ運営さんに聞いても仕様ですとしか返ってきませんので、一番対策したい孫権みたいな反射キャラクターに対策できていないという欠点が一つあるのと、まああと一つはこんな感じですね。でまた致命ダメージ使い終わって今、はい、不死状態でスキルに殴ってます。まあ、HP1 だけ残して殴れてますが、はい、これ全ての攻撃が終わった後このキャラクター回復動作が全くないので、はい、ここで攻撃終わりますが、はい、終わった後ですね HP1 残して敵の攻撃になるんですね。でそうなると、まあ、敵の弱いキャラクターのちょっとした攻撃なんかでも、はい、1しか HP ないんで落ちるという感じで、まあ、せっかく HP1 残して粘った意味があんまりないんですよね。もうその場で落ちてるようなもんなんですよね、これは。最近のキャラクターだいたい全ての攻撃が終わった後 50% とか 30% の HP 回復が挟むんですが、このキャラクター回復動作全くないんで、その後簡単に落ちちゃうんですよね。 UR1000 の時代の不死殴りです、これ。ここの評価が低いです、個人的には。まあ一応攻撃終わった後メッセイが入るんで、まあメッセイが壊れるまで、そして残影で避けてる間はなんとかなるかもしれませんが、あまりに綱渡りですよね。はい、パッシブ見ていきましょう。 HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、ヘボンの値で、防御力レベかけ280、この値は、はい、上から見ていって280だと第35位ですね。
はい、下見ていくとこんな感じで、まあ、真ん中ぐらいといったところですか。まあ、これプラス円筒と奮起で防御力さらに上がるんで、防御力は十分だと思います。はい、そして敏捷値レベかけ360、この値は、はい、こちら敏捷持ちの中ではトップ水準で、しかも奮起で 40% 上がるんで、まあ、アポロにコピーられちゃうのがきついですね。一番敏捷負けちゃう可能性あるんで、まあ、一番怖いのはやっぱりアポロかなといったところですか。で、あと体力レベかけ260、はい、この値も上から見ていって260ちょっと低いですね。体力持ちの中では第87位と、はい、あと状態性 75% あって、はい、こちらは上から見ていってこの位置ですね。ちょっと状態性もそんなに高くないんで、デバフ食らっちゃいそうですね。いや、本当に神器つけてほしかった。で、状態性虫が 100% あって、で、あと神髄共鳴スキルも、まあ、知力と攻撃力ベース防御虫攻撃に対して敏捷値の2倍や3倍の平凡なカットの仕方、はい、っていう感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、実際に挙動確認してみると、まあ、攻撃面結構面白かったですね。燃焼をつけ直して延長しながら生後バフを剥がしまくっていく動きで、火力もまあまあ高いことは高いです。いや、かなり高い方ですっていうか、まあ、ただ12月にアポロが出たのがでかすぎますね。あのキャラクター火力高いだけでなく、罪悪破壊的にばらまいて味方の火力まで上がりますからね。まあ、このキャラクターはどちらかっていうと、生後遠征なんかを敵につけて、まあ、味方を反射に少し強くしてあげるっていうぐらいで、ちょっとアポロに比べるとインパクトが弱いですよね。まあ、アポロ持ってる人はアポロでいいかなって感じがします。まあ、あと毒キャラクター持ってればアポロ以上の火力なんかも狙えるタイミングがあるかもしれませんね。まあ、特に敵の生後バフなんかを毒と火傷がセットになれば抑制することができるんで、まあ、剥がすだけでなく抑制機能もあると。まあ、でもコンボが難しすぎますね。まあ、あとは大使命ちゃんみたいな結成キャラクターに結成つけてもらって、メッセが壊れないようにすれば硬くなりそうですが、まあ、結成自体が壊れやすいですからね、かなり。まあ、耐久面はとにかくメッセと残影がちゃんと機能するかで決まるんで、結成キャラクター持ってるかどうか、そしてレベルマウントを取れるかどうかにかかってますか。まあ、ちょっと弓将らしいっちゃ弓将らしい危うさですが、まあ、基本的に無美課金の方には強くはお勧めできないかなと思います。いや、かなり強い方ではあるんですけどね。私的にはアポロちゃんの方が一枚上手かなっていう気がしてますね。まあ、ただ今日明日でこのキャラクターの実際の対人戦ですねの映像なんかも流していくので、まあ、悩んでる方はそこもぜひ見てみてください。あと今日この後分析後編動画としてこのキャラクターの白戦だったりボス戦、対人戦や戦役なんかの総合評価やってきますので、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。まあ、後編動画までしばらく時間がありますので、追加の調査依頼だったり質問等あればコメント欄にどしどしお願いいたします。あとグッドボタンを押してもらえると、それを横目にテンション上げて動画撮れるので、グッドボタンぜひお願いします。この後タイマン戦ですねやってきますんで、そちらも楽しみにしていてください。はい、それでは。